埼玉県道343号岩戸の祝い線は、埼玉県東松山市大技岩戸のの物見山から、入間郡諸山町大技祝いに至る県道である。諸山町内あたり県道は、東松山市側から、埼玉県道212号岩戸の観音南と森線を介して接続され、鳩山ニュータウンへのアクセス道路として、また石坂交差点からは、 埼玉県道二百四十八号、石坂大阪停車場線から続く、オっぺが浅岩道路の一部として、国道四百七号から、諸山町を結んでいる。大半の区間は二車線の道路幅となっているが、鳩山町を大技石坂地内の分岐では、鳩山ニュータウン方面に向かう町道が、実質的なバイパス道路として機能しており、どちらの接続地点も、県道全国間町道が、 優先道路になっており、また県道が右左折することに対する標識や表記類も一切なかったが、2012年度に道路脇に横長矢印で県道方向を示す標識が設置された。その丁道を挟まれた区間においては、東県道は1.5車線程度の境外区間が存在する。また、道長大技赤沼町内の鳩川に架か,かる、茂雄郷付近においても1.5車線程度の、 共愛区間がある。また、起点の埼玉県道212号、岩戸の観南と森線との接続地点には、交差点がなく、同じ道のまま県道番号が変わる。かつて起点の物見山公園付近には S 字カーブがあり、路線バスの通行が多い道ともあって、事故多発地点であったが、2003年頃に新たに、北側の谷に橋が架けられ解消された。 ありがとうございます。